中井祐希は、日本の男性柔術家、総合格闘家、日本ー都協会会長、日本ブラジリアン柔術連盟会長らを歴任、北海道浜松郡浜松村出身、パラエストラ東京主催、北海道札幌北高等学校卒業、北海道大学中退、初代ー都世界ウェルター級王者、高校時代にレスリングを学び、北海道大学柔道部で、 高専柔道の流れを組む七低柔道を学ぶ。本人によると、最初は大学生門前にあった極真空手高木薫道場に入るつもりだったが、北大柔道部を見学に行って、そのあまりの寝技の多さとテクニックに引き込まれ入部したという。毎年7月に開催される七低戦で、4年時に無敵の兄弟の11連覇を阻止し、団体優勝を果たした。中井は、 すぐに、退学届を提出し、プロシュートに参戦するために上京し、スーパータイガージム横浜へ入門した。1994年11月7日、シュートウェルター級王座決定戦で、草柳和弘と対戦し、判定勝ちを収め王座獲得に成功した。バーレ・トゥード・ジャパン・オープン1995でゴルドーの、上からのパンチに耐えながら、足関節を狙い続ける。 中井祐希1995年4月20日、バーレ・トゥード・ジャパン・オープン1995に参戦。1回戦で、ジェラルド・ゴルドーと対戦し、4ラウンドにヒールホールドで1本、勝ち。この試合中にゴルドーのサミングを受け、右目を失明した。続く2回戦は、クレング・ピットマンを腕ひしぎ十字固めで下した。決勝戦は、ヒクソン・グレーシーと対戦し、1ラウンドに、 スリーパーホールドで一本負けを喫した。大会後、右目失明のため総合格闘技を引退し、決勝戦で対戦したヒクソンの充実テクニックに見せられ、ブラジリアン柔術に専念するようになった。1997年にパラエストラ東京を設立し、以来、日本人、ブラジリアン柔術家の育成に携わっている。それから10年と経たずに、 パラエストラ支部は全国に広げている。パラエストラ東京からは、青木深夜や北岡悟るなども排出されていて、青木にブラジリアン柔術黒帯を授与したのも中井である。2002年5月2日、プロ柔術 GI ウムのメインイベントでレオナルド・ビエーラと対戦し、試合終了残り2秒を送り入りしめで1本負け。2003年2月11日、プロ柔術 G.I.02 のアレッシャンドリソッカと対戦し、アドバンテージ0から3で敗北した。2010年6月1日、日本州都協会会長に就任した。ありがとうございます。